今回は生前のマダラと大野木の交渉がヤバすぎるについて読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。卑劣様頭抱えてそう。これどうやって穏便に済ませたのか今でも気になってる。めんどくさすぎる。そりゃ身内問わず嫌われるわ。なんで外交の使者にマダラ送ったんだろう。言いたくないけど戦闘でしか役に立たないマダラに戦争してない時の手柄をあげてもらうためにすでに話しついてて調印するぐらいまで進んでる仕事を任せたんだと思う。そしてこうなる。争いやめたいって話し合ったし外交の大切さわかってると思ったのに。これ柱間とビラ間が直接詫びに行ったんじゃ。マダラがやらかした後に柱間はともかくとビラ間が頭下げてきても江戸天聖作ったり五条旗爆殺使ったりしてるやつだから頭下げられた方はめっちゃ怖がりそうな気がする。初代様は外交音痴っぽいけど人間できてたんだなとは思う。いい人すぎるがゆえの外交音痴だからな。卑劣様がバランス取ってくれるしちょうどいい。会っただけでボコられるのか。うち派は悪に疲れた一族だ。悪に疲れてるかはともかくプライドが高いのは確かだからな。額当てに合わねえなこいつ。柱間ならなあなあで済ませてくれるって喜びはまああるだろうけど卑劣様も真面目な外交の分にはお互いの利益考えたことしてくれると思う。マダラは木遁の分身でいいから柱間殿来てよ。うち派一族からも人望なくなって火影に選ばれないと断言される理由がよくわかる。争いのない世界目指すために里作りしたのに戦争の火種を作るんじゃない。逆に柱間とマダラと扉間が同時に外交の場に来たらどんなことになるのかは見てみたい。マダラが恐喝して柱間がなだめて卑劣様が現実的な案を出す。こんな警察の取り調べある。欠点はマダラが取りなしされても迎合し続けそうなことだ。いい警察悪い警察ってやつだ。問題はマダラが頭打ち派すぎて理性的な真似は不可能ってことだ。戦闘ユニットに外交させちゃダメだよ。格差とからしたら扉間様は感情的には絶叫だけど合理的だし話し合いはスムーズにいくんだろうな。内情を説明したら妥協点提示してくれそう。こいつ最低じゃ。それはそう。まあ外交って言っても忍びっていうか傭兵みたいな奴らが集まって作った里だから、いやまあ普通の国とかも外交でドンパチやってるから雇われ側もドンパチやってるんだろうけど。そもそも柱間が一応話し通してるんだから問答無用やめろや。その忍びの名を口にするな。やっぱり人の上に立つ人間ではないな。ムサマがあーはいはいって感じで対面してるのが何か服。うち派も全員がマダラみたいだと思われて嫌だろ。マダラと比較したら他のうち派への評価がごく簡単なことで上がりそう。命令に従うプラス1、感情を抑えるプラス1。普通に性格悪いのがね。期待当てしてるマダラの違和感がなんかすごい。同盟などないも大問題だけど柱間の名を言うなって個人的感情を外交に混ぜちゃダメだよ。外交音痴ってレベルじゃないよ。自分以外みんな敵みたいなメンタル。ムー様がなんか煽ってしまったとかいう可能性もあるっちゃあるけど、この会話の感じだと速攻で切り捨てられたみたいだしな。その忍びの名前を俺の前で口にするな。慣れ慣れしいんだよ。混乱されたからジャゼ影も他里信用できなくなったじゃねえか。マダラ妙にジャゼ影に厳しくない？柱間の名を口にした。柱間と弟以外にはみんな厳しいよ。ガイ先生は認めたぞ。砂利ガキがって思って入るけど記憶してるぐらいにはちゃんと知ってるし、割と長い間マダラは裏で暗躍してたので、ジャゼ影のラツワンは割と認めてるのだろう。マダラがいなきゃあの世界8割くらいマシになってそう。柱間のことは今関係ないでしょ。多分悪意とかなく自分と話したければ自分に勝てるくらい強いことを提示しないとって感じのこと思ってそうなやつ。それだと弱肉強食で弱い奴はみんな黙って従えって獣の世界じゃねえか。言ってることがめちゃくちゃだ。やっぱこいつ絶にそそのかされてなくてもいずれ悪に落ちてたと思う。こんなのをトップにしたらうち派一族全員がマジで同類のクソカス扱いされるよね。悪いうち派と良い千住メソッド。この様子じゃ柱間以外友達いねえだろこいつ。なんなの戦闘狂なの。それは本人も認めてる。理想は平和世界だけど自分はバチバチ戦いたいとかそんな感じ。キリュウちゃんよりもうちょっとひどくて演出だけど、柱間の言ったことこうやって勝手に発してたらそりゃ扉間も切れる。
身内の内派からも疎まれてるのが当たり前すぎる男。確実に同族にも同じ対応してるよね。見事に前時代的というか腕っぷしで解決する価値観を直さない老害というか。戦国時代終わった後によくある。柱間も柱間で何でも言いよするから卑劣様めっちゃストレス溜めてそう。いやこれほんと勘弁してほしいな。柱間以外興味なさそうなこいつに名前覚えられてるんだな。マダラも他の親兄弟に比べれば賢い変に賢いから変な方向に飛んでいった。一応ガキの頃に理想論とはいえ柱間と夢を共有して一族ごとのバラバラじゃなくみんなで集まって国みたいな感じにって着想に至るぐらいには聡明だぞ。やっぱりそんなの無理なんだって捨てたリーが柱間と一緒に里を越しても思ったのと違うってなる困った人だけど。マダラって普通に関わり薄い人の名前覚えてたりするのが面白いよね。なんというかねが真面目。今なら無料で美獣もらえる。黙れ兄者美獣はバランスを考えた上で金銭取引とする。ただでくれるとかぶっちゃけ罠疑うしそれくらいがちょうどいいよね。自前で必死こいて一尾を確保していた風影カワウソ。だからこうして金と土地よこせする。美獣なんてもういらないんですけどその分この葉は土地を他の里は金をください。他の里とこの葉の里の取引は美獣を渡すのと金銭の授受で対等なのに風影は調印してやるから金と土地よこせって一方的な要求すぎるので柱間いなかったらあの場で終わってた。逆に言うと柱間がこの階段絶対に成立するように動くと当て込んでの立ち回りだったとも取れる。後の時代では結局この派と一番有効というかズブズブな砂がくれの里勝利者すぎる。なんでこいつここまで協調性ないの？頭打ち派なの？さすがにこれを頭打ち派扱いするのは大多数の打ち派にかわいそうな気がする頭まだらだ。というか頭打ち派を極限まで極めたらこうなる本来は尖ったものがない白い部屋に入れないといけないやつ。戦闘ユニットとしてはマジでぶっちぎってるから立ち悪すぎるんだよこいつ。自分は柱間にボコられてもあー手を取り合うとか無理だと思うなあそこまで言うなら柱間が自害するか扉間この場で殺してくれたら考え直さなくもないんだけどなあとか言うくせに何が力に従えだよ。ほら来たニジェルール作りしっかりしないとこういうバカが出張る。ルールでがっちり縛って違反したやつをみんなでボコる仕組みがあれば枷はかけられるからな問題は周りが束になってもこいつボコれないとこだけど。なんやかんやでヒューガやサルトビールしいけると思う。マダラはつま先から頭のてっぺんまでぎっしり内派詰まってるからな。詰まってるのはマダラだろう内派を巻き込むな。マダラの勝手な行動に一番迷惑してるのが内派ってのが面白すぎる。本人はカートビラマのせいで内派迫害されたわあのトビラマのせいでなあかーって思ってるよ。ほらな俺が言った通りあいつは内派迫害すると思ってたんだよとか思ってんだろうなマダラはというかマダラ襲撃で刑務隊できても別に迫害じゃなくうまく回ってたので帯と襲撃までやらすし。これで2代目ほかげは無理でしょ。トビラマに信頼されてた内派鏡はすげえな。マダラと比べたらこの子本当に内派？って思ってそう。終盤棋戦ムード漂いまくってたその辺のモブ内派にも勝てない民度だろマダラは。せっかく形になったこの派の看板と柱間の顔にうんこぶちまけるがごとき所用。卑劣様の内派への悪感情の一部はこいつのせいってとこもあると思う。少なくとも鏡とかは信頼してたからな。一部っていうか大半では。柱間以外じゃどうやっても倒せないのが厄介すぎる。しかも柱間はマダラに対してやたら情が厚い。柱間とビラママダラの並びは確かにクソみたいなパワーバランスではある。隠したとは思いつつも大野木のことある程度は認めていそうだ。実際5影相手の時だと露骨に好感度高そうに喋りかけてなかったっけ。すべての忍びが自分と柱間にひざまずけば平和になる。二人の死後地獄になるわ。頭万族かよ。でもそんな間違ってないよね世界征服余裕な戦力だし。力だけ見ればそうだろうけど価値観がまだらじゃどうやったって破綻するだろ。これでそこらの中人くらいの実力ならただのチンピラで済むんだが。隕石よく防いだね偉い偉いで2個目はどうするとか物理的にもやたらと大の木に当たりが強い。こいつ殺しといた方が良かったんじゃねえかな。ちょっと面白そうな術の二人だったから味見しただけだと思うぞマダラ思ってたより雑魚だったからこれで柱間と同盟とかは？
ってカッとなって、言うてこの時はまだ輪廻がんなくて術吸収できないのに心頓どうしたんだろう。本人は頭まだらだけど力さえあれば認めるからな。柱間覗くと外先生への評価が圧倒的に高い。逆にこいつで下がりきった内派のイメージを信頼まで勝ち取った鏡すごい。一族としてはともかく個人単位ではたまに信頼できるやつってパターンか。内派は迫害されているとは言っても本当に原因作ったの内派なんだもん。こんなんでも戦闘強だから強ければ認める。強いの基準で柱間レベル期待しちゃダメだよ。皆さんは生前のマダラと大野木の交渉がヤバすぎるについてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。